普通のフレンチクルーラーじゃないの。めっちゃうまいぞこれ。うまっ。アップルパイみたいな感じ。テンション上がってる、丸顔が。どうも、かまいたちです。ミスコイ、ミスコイ、ミスコイ、ミスコイ。さあ本日は、はい、食べたことないミスドの メニュー食べてみよう。結構あんのよ。めっちゃ食べてきたと思ったけど、うん、見直すと食べてへんやつの方が多かったわ。多かった。でその中でもモリシーがこれいいんですよ、おすすめですよっていうのを今抜粋してくれたので、はい、全部はさすがに食べれないです。なるほど。食べていこうということです。どれいきます？どれいこう。これ2人とも食べてないの？かぶってるやつってことね。珍しい、ホットドッグ食べてない。食べてなかった。俺もホットドッグ食べたことなかった。大好きよ俺ホットドッグ。食べてみようかな。気合入ってる。え、これ違う？チーズと、チーズとチーズじゃないの。うーん、じゃあ俺何もなしで。ええで、チーズ食べても。じゃんけんしようか。最初はグー、じゃんけんぽい。ぽい。あ、すっごいずるい。こんな露骨なずるい人おんねや。あ、自分への罰も厳しい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これチーズ。こんなに出てんの？ウインナー、ソーセージ。あ、パン、これ固め？ハードパン。ハードパンやね。パンに行き着くまで時間かかるやつ。嬉しい。ソーセージまずうまい。うん、うまい。ソーセージとウインナーってどっちが大手の言い方？長いのがソーセージで、あのこういうのがウインナーでしょ。あ、そうなの？いや、知らんけど。何やねん。さも正解を喋るよ。全然知らない、それは。でもドイツとかやったらソーセージって言うやんな。本場ドイツではウインナーって言わへんやな多分。うん。あ、うまい。めちゃめちゃうまいよ。結構ハードパン。パンがうまいわ。うん。ほんでこのソースちょっと甘めよね。うまい。ピリ辛とかじゃなくてちょっと甘めな感じ。トマトソース。あ、でも若干ピリ辛じゃない。うん、これうま。甘めピリ、ちょいピリみたいな感じ。うんうんうん、うまいな。強制のためにこうゆっくり。変な噛み方になるけど。結構前からあったこれ。全然知らなかった。うまい。うまい。これは以後絶対頼みます。ありですね。俺ハードなパン、うん、ガシガシ噛むの好きやねん。ハードパン結構好きです、ホットドッグの。おお、うん、いや、うまいですよこれは。マイル1個しかないねんけどさ、これ、うん、うまそうやねんけど、これ何？これ何？普通のフレンチクルーラーじゃないの？ホームページは載ってなくて、うん、中野店のなんか事前に買いに行くサイトでは入ってたんですけど、シナモンクルーラー。え、初めて聞いた。初めて聞く。初めて聞く。シナモン、シナモンクルーラー。店舗だけのやつ？メープレゼルフレンチっていう。絶対うまい。全然シナモンちゃうやん。ちゃうよ。全然違うよ。え、え、まあ、しゃあないな、忙しいもんな。いや、全然違うやん。え、メイプルなわけ。忙しい、ちょっとおかしなってんだよ。さっきもホットドッグ温めようとしてレンジとトースト間違えて箱ごとトーストして冷えてたんです。すいません。メープルエンゼルフレンチ。メープルね。食べたい。いいよ。もうフレンチクルーラー系は全部食べたい。全部食べたい。イチゴかかってんのもチョコかかってんのも、うん、これ2つある、はい、これちょっと俺食べねえじゃん、うん、あー、めっちゃメープル。フレンチクルーラー系好きよ。うまっ。めっちゃうまい。うまっ。中にクリームも入ってるし、うまっ。フレンチクルーラーとエンゼルフレンチは超えられへんもんや思ってたけど、うん、肩並べてきたの。並んできたのこれ。これは知らない。うまい。うまい。ほんまにメープルの味、うん、若干もうかじった瞬間テーマパークに引きずり込まれる感覚。これうまいよ。店舗によってかもしれないし、うん、中野店だけかもしれないしってことだよね。いいね、うまいわ。おいしい。かなり上位です、クルーラー系の中で。マユ、俺ちょっとこれ気になってんねんけど、うん、何これ。ベイクさんっていうスイーツ屋さんとコラボしてるような。へえ。あ、書いてる。ベイ、ベイクベイクベイクやね。ベイスベイスベイク。一人めっちゃ顔面白い人いるよ。俺やってる人。やってる人デンデケデンデケ超すごい人。ベイクマイカ出てるよな、あれ。ウルスにしてんな、頑張ってるわ。それなし川ちゃん、川ちゃんって。うまそうすぎるやん、それ。なんかちらっと果肉が見えております。果肉？ほんまやな。なんて名前これ。果肉チラミエです。果肉チラミエ、そのまんまやな、はい、ベイクさんがコラボした果肉チラミエ。
クロワッサンドーナツカスタードですね。うまっ、アップルパイみたいな感じ。テンション上がってる、丸顔が。うまっ。こっちは一緒、白い粉かかってるのがレモンカスタードで、クロワッサンドーナツカスタードは白かかってない。これはうまいわ。うまっ、これはうまいわ。アップルパイみたいな感じの強いアップルパイとでも言いましょうか。ほんでこの生地めっちゃうまいよ、うん、生地もちょっとコーティングかかってんだよ。俺アップルパイってそんなに得意じゃないねや、うん、嫌なアップルパイ、うん、いいアップルパイって結構分かれんねんけど、カスタード入ってくれてるからすごいちょうどいいわ。アップルパイ、アップルパイすぎない、うんうん、これ生地がうまい、サクサク。ほんでアップルパイのそのアップル部分も美味しいのはもちろんですけど、私の方レモン風味のが鼻から抜けるこの柑橘の、まっまっ、素晴らしい。これは素晴らしい。やってるんですね、いろいろね。ちょっとこういう機会じゃないとなかなか頼んでないですね、私は。美味しい。配信する頃にさ、まだやってんのかな、ベイクさんとのコラボ。なんかどこまでっていうのはないです、限定とか。へえ、うまい。うまいです、このコラボは。次どれ行こうかな。これどっちがいい。オールドファッションになんかクリーム、うん、レアチーズっぽいのかな。こっちはチョコファッションに。俺じゃあこっち。絶対うまいやん、これドーナツの穴の部分をうまいので埋めてきてるやんなるほど。ドーナツの唯一のウィークポイントと言われた穴をうまいので埋めてきてるやん。うまそう。四角なし、丸やからな。四角なし、四角なし、全部がうまいこと言ってる。いただきます。はい、うまっ。これ何だったの、その上に乗っかってるのは。レアチーズケーキ的な。うわ、ちょっとゴルゴンゾーラ的なチーズの香りする。へえ、濃厚な感じなんや。そうだから、塩っ気っぽい、うんうん、甘みというよりはじめ塩っ気っぽいのと、うわー、すっげーチーズの香り。甘ったるチーズじゃなくて、このちょっとゴルゴン的なの入れてきてるわ、うん、絶対。入ってなかったらはずいけど感想ですからね、我々。うまい。こっち行ってみます。うん、うまい。オールドファッションのチョコついてるやつの、うん、ここはちょっとココアテイストな、ココアテイストチョコですね。ココアテイスト、ココアの子、子供の頃からココアの子、この味がココアの、あ、愛してやみません。テイストのテっていう人もいますが、テイストのイ、いつも僕はテイストのス、すいませんけどテイストのト、とにかく大好きです。チョコファッションのチョコ、もういいもういいもういい。テイストの時点でだいぶ長いのに。美味しい、本当に穴を埋めてます。ドーナツの穴を埋めんねんだ、これがええな、うん、今後も。いや、ここめっちゃうまいよ。表面上じゃなくて穴の中までぎっちり入ってんのよ、うん、だからめちゃくちゃパワーアップしてる感じ。これは苦いコーヒーといったらいいよね。あ、いいね。こんだけチーズクリームしてくれてるもん、うん、もうワンベイク俺いっとこかな。食べていい？それ何、うん、エンゼルクリームっぽいのの、ベークシーズホイップ、ベークシーズホイップ、チーズ入ってんね。いただきます。ベイクさんはだからチーズの男やんな。うまい予感がプンプンしてるな。お、どう、あれ、あれ、うますぎて気失ってた。気失ってたよ。長いなと思って。めっちゃうまい。めっちゃうまそうやな。もう食感、もう柔らかさと、なんかクリームとってもこう食べた、これ。めっちゃうまいぞこれ。エンゼルクリーム俺めっちゃ好きなのよ。それにだからチーズの、うまいわこれ、感じが加わってんのやろ。うまい、山下さん。これないの、これ。もう一個、これはもう見た感じうまそう。オールドファッションとチョコファッションのやつも、まあ、もちろんうまいと思うけど、俺は好みやけど、さっきのオールドファッションのやつもめちゃくちゃうまかったけど、こっちの方が俺は好き。いただきます。めっちゃうまいな。うまっ。めっちゃうまい。
チーズの感じ結構強め。めっちゃうまいわ。ありがとう、ミスドとベイクさん。だってクリームとさ、チーズの割合結構チーズ多めよ。エンゼルクリームのパンやんな、多分。そう、エンゼルクリームのクリームとパンは一緒で、そこに多分ベイクさんのこのチーズクリーム、これが加わって、ちょっとこれやばいね。めっちゃ食べてる。ほんでこれはうまい。俺昼飯カツカレー食うたばっかりやん。ちょっと衝撃度、今んとこ、これ俺はこれ確かに一番、ね、うん、うまい、うまいね。こっちの方がとか言ったけど、うん、思い起こしてみると、あのオールドファッションのやつうまかったな。あれもチーズやんな。もうちょっと今保留、保留です。今保留になりました、はい、ほんでこっちは。見たあかんもん見たんか。ソーセージ入ってる。ソーセージ入ってる。最高。こっちがソーセージ、うん、こっちのひし形みたいな。エビグラタンパイ。エビグラタンパイ。俺頼まないやつだ。俺も頼まんな。里村がうなずいてたけど、うまい。里村お墨付き。どっち、エビグラタン食べたことあるの？エビグラタンってミスド行った時、エビグラタンパイ頼むって何周回ってから、それ。それなんで？甘系より。なんでエビグラタンパイなの、まず。ホットドッグとか、うん、そう、誰かに教えてもらったの？いや、ホットドッグ逆に見たことなかった。美味しそうっていうだけで買ったってこと？じゃあ食べてみよう、エビグラタンパイ。食べてみよう。エビグラタンパイは1個しかない。じゃあ私。なんであいつさ、置いてないの？2個食べますかみたいな。だから終わった後、終わった後自分で食べるんや。1個で済むなら1個にしようとしてんの。ええ加減にせなあかんの。全部2個買ってんのに。出てくる、ほら。ほら出てきた。ほら出てきた、こいつ。ほんまデブの、ほんま。自分用に。いいですか？はい。どっから食べたらエビグラタンにたどり着くの？確かにうまいな。うまい。グラタン感めっちゃあるやん。甲殻類のエビっていう感じの味がすげえする。男子でこれ知ってる人少ないと思うよ。俺やっぱミスド行ったらさ、エンゼルフレンチとか、あの王道系絶対行くやん。ちょっとこっち食べていい？うん。意外にしょっぱい系の方が行かへんもんな、多分。うまい。これもパイ生地の中にウインナーが入ってるやつ、はい、うまい、うまいやつ。なるほどな。ミスドって俺甘い系メインのイメージがあったから、しょっぱい系、塩っ気ある系頼んでなかったけど、めっちゃ美味しいですね。グラタンうまい。確かに。で、熱々でもっととろけてる感じがいいってことやろ。これなんていうやつだったっけ。ホットセイボリーパイバーベキューフランク。バーベキュー系か。味はほらうまいわ。このソーセージと 3.14 のパイの、あの相性はすごいわ。え、円周率いってる。パイ、うん、パイ違いで、うん、思うなよ。思うなよ。自分でも思うんだけど、なんかもう笑ってたよ、うん、言いながら 3.14 自分たちの YouTube 以外では絶対言わん。いや、 YouTube でもやめてよそれ。さあラスト、これは何ですか。なんかアニメキャラっぽいけど、仮面ライダーリバイスコラボ。え、プリキュアやん。プリキュア、はあ、子供好きそう。ほら嬉しいわ。これはもうコラボのこういうやつ。おこれすごいね。でも子供はでもいるかもね。わ、あの仮面ライダーとコラボのやつ食べたいとか。これは子供買うわ。子供が好きなイチゴの味やもん。ほんまや、ほんまや、うまい。ちょっと抑えとこうと思ってんのにめっちゃ食べてるもん。今日晩ご飯何にもいらん。美味しかったですね。いや、意外に頼んでないの結構あるなという。あらゆるところにあらゆるものが挟まってますよ。熾烈矯正してるから。あそこに挟まるって言ってたもんな。僕は一番の衝撃はやっぱあのエンゼルクリームのベイクさんかな。うん、あれはちょっと一回食べてみていただいたら、おってなると思いますね。
俺もそれもうまかったし、うん、オールファッションのやつもうまかった、うん、やっぱホットドッグこれから頼もうと思ったな。ホットドッグはいい、美味しかった。グラタンも俺よかったよ、エビグラタン。あのソーセージはみ出してるやつ好きやね。ソーセージだけの時間があるやん、あれが好きやね。ちょっとソーセージだけ食べてる時間、うん、あとパンのハード感も良かったです、うん、ミスドのミー、え、みんなでミスドのス、好きなミスドのドドーナツ食べようぜ。チャンネル登録お願いします。いや、なんですんのそのあいうえお作文急に。なんもなく終わりそうやったから、うん、なんかこうモーションを起こさなあかんな。終わりのおお終わりのわわ終わりのり何まま終わった方がいいんじゃないですか何もせず何もせず終わった方が